なぜ彼が今日本中の注目を集めているのか。ドン松五郎の生活。喋り始めた。犬たちが喋り始めた。もう人間の顔色をうかがうのはごめんだ。ドン松五郎と千匹の仲間が仕掛けたとんでもない挑戦。次々に起こる珍事件に井上ひさしは眉間にしわして考えた。そして青島幸男も笑いをこらえて頑張った。時と笑いをいっぱい乗せて、あの南極物語のドッグスタッフが送るこの春一番最高にユニークな犬がしゃべる映画です。ドン松五郎の生活。ドンと話ができるよ。嘘か本当かかけてごらん。